はい、皆さんこんにちは、ジェでございます。太鼓さん、部署列伝だね、全然関係ないや。じゃあやっていきましょう。前回堀尾もすけさん、次行きましょう。次は、出てこなかったね。なんか前のパーティー言ってたと思うんですけど、違ったかな。あ、違うね、ごめんなさい、関係ないです、関係ありませんでした。はい、堀直政さんですね。108から47、61歳。小田家臣、小田直澄の子ね。今ごめんなさい、あくび出たんですけど、めっちゃ眠いんですけどね。でも絶対寝れないと思うんですよ。だってね、私、8時間以上寝てますからね、前の晩。ね、と思います。小田家臣、小田直澄の子、いとこの堀秀政と、あ、堀の秀政さんがいとこなのか、とともに織田信長に仕官した、先に出世した方に仕えるとの約束に従い、後秀政の、秀政の家臣となり、堀姓を与えられた。あ、もともと奥田姓なんだね。秀政の守護は秀治に従って越後三条城主となったと。あ、秀政さんがさっきお亡くなりになっちゃったんだね。この人も55の人かな。いや違うね。いや待てよ、55かもわかんない。57、56、58、171でしょ。49、222、56だし276か。惜しい。 55.25 の人かな。5で割ったら55、25、55、25。 55.2 の人だ。惜しかったね。下は、はい、こんな感じです。なんかね、55って出すの、50じゃなくて55って出すのがなんかなってるのかな。私の中で、ブームになってるかもしれないです。はい、で技能はまあまあ微妙ですね。秀政さん来るかな。じゃ あ今度は堀之内氏義さん。あ、この人見たことあるね。66歳かな。豊臣家臣、熊野新宮別当主ということは和歌山の方、三重の方か。秀吉の奇襲攻めに降伏して家臣となる。水軍の将として活躍したと。関ヶ原合戦では岐阜の久喜義隆とともに、あ、この人久喜さんの、あ、岐阜か、岐阜なんだね、とともに西軍に属し伊勢に侵攻したが、西軍敗北の方を聞き撤退。戦後は所領を没収されたが、復帰して加藤清正に仕えたと。うわ、低い、めちゃくちゃ低いですね。水軍使えるけど、ちょっと困った人ですね。次行きましょう。次が堀秀治さん。あ、もう来るね。106年、70、お、いや30歳、若い。豊臣家臣、秀政の子、あ、次に秀政さん来ますね、きっと。秀吉に従い、小田原征伐などに従軍した。父の死により越前北の城城主を継承する。秀吉の晩年に越後春日三条に移封された。関ヶ原合戦では東軍に属し、上杉景勝を牽制したと。あ、景勝ちゃんはもう春日三条じゃなかったのね。でも能力低いね、スキルもないね。次行きましょう。はい、来たね。次堀秀政さん。90から53引いたら、37歳。織田家臣のち豊臣家臣、通称は小太郎。13歳から信長に仕え、軍功を重ねたと。一方で徳川家康の、何これ、教役も務めるなど、文武両面に才能を発揮し、名人小太郎と称された。中国攻め以降は秀吉に属し、本能寺の変後、羽柴姓を賜り、一門閣の待遇を受けたと。あ、そうなんですね。だから下についたんでしょうね、彼がね。でも能力はね、そんなベラボン高くないですね。スキルはありますけどね、そこそこね。はい、次行きましょう。はい、次は本因坊三叉。あ、読んだことあるね、この人。これ三叉って読めるのって。読めんことないけどね。三叉っていう読み方がすごいよね。123から58、65歳。将士、いや、騎士か、ごめんなさい、将棋っていうことかな。本性は加納、本名は、日海。武学の家に生まれたが、仏門には入って囲碁に
精進したと。織田信長が上洛すると召し出されてその腕を披露し名人と称賛された。その後、豊臣秀吉や徳川家康に仕えて安井井上林とともに囲碁の四科目の一つとなったと。算術4あるわこの人。智謀魅力と政務は全然だね。ああそっかそっかそっか、囲碁やるから頭は良かったと。軍学はそうだね、軍学もったってもいい気がするね、あの騎士だったらね。はい、次行きましょう。次、ああ、京女、あ、京女さんか。本願寺京女さんですね。114から50、おー、56歳。本願寺12世奉主、京女の長男。あ、京女さんの方が上か。送り名、いや、これ意味名か。意味名は皇寿。気性が激しく、織田信長との和睦後も徹底抗戦を主張した。父の死後法王の座をめぐり弟順女と対立し、豊臣秀吉の命で順女が住職となる。後一子が家康の保護を経て得て、東本願寺を建立。西本願寺っていうのありましたよね。東本願寺作った人なのね。あ、すごい統率武力が高い。あの盆さんなのにね。まあ総兵か。まあ、そういうこと言っちゃうと、ライレンさんなんかすごいもんね。でも魅力めっちゃ高いね。戦でも使えて、てか、戦でガンガン使える人だね。はい、次行きましょう。はい、本願寺賢女さん。これでもすごいんですよね。もう戦国立志伝でね、ライレンさんでやってて、裏切っちゃったからね、この人はね。92から43、49歳。本願寺11世奉主、少女の子。意味名は黄佐、日本最大宗派となった一向宗の頂点に君臨。武力による天下統一を目指す織田信長を敵とみなして全国の門徒に信長打倒を呼びかけた。自身は石山本願寺にこもり、10年にわたって抗戦を続けたが朝廷の勅命に従って降伏したと。あ、統率高いね。政務もすごい。智謀魅力も高いです。足軽4つ、弁舌4つ、軍学3つ、鉄砲3つ。すごいね。強烈です。はい、次行きましょう。次が本願寺少女さん。賢女さんのお父さんかな。本願寺10世奉主、日蓮宗徒と六角貞頼に、山科本願寺を焼き討ちされたため六角に逃れる。後石山本願寺を本山として再興を果たした。本願寺八中興の祖である八世蓮如の書状を集め出版。書法の末字や、門徒に配るなどして布教に努め本願寺派の発展に大きく寄与したと。ただまあね、魅力が高いね。智謀そこそこ、その他はまあまあいう感じですね。霊法弁舌ですね。あと、まあ、足軽使えて文学もあると。この人もなかなかですね。はい、次行きましょう。本願寺順女さん。53歳。本願寺十二世奉主、賢女の三男。京女の異母弟。父、賢女が賢女の死後、奉主の座をめぐり、兄、京女と争うが、豊臣秀吉の指示によって奉仕の座に就いた。後京女が東本願寺を起こして分裂するが本願寺の地位を移転してよく流星を保ったと。結局 こういうところにもね、政治は絡むんですよね。結局ね、そのお家騒動みたいなもんですよね。なかなかね、ねえ、ということですね。じゃ次行きましょう。能力か。能力は微妙ですね。まあ平均50。で、まあ右側の人ですね。はい、行きましょう。次ね。はい、次はね、本郷。これで本郷って読むの？無茶にも程があるような気がするけどね。本郷時久さん。66歳。島津家臣、日向の豪族、庄内領主。島津家に属して伊藤家や肝付家の軍勢と戦ったと。
豊臣秀吉の九州征伐軍の際は、石田三成に謝罪し、子を人質にして庄内の所領を安堵される。後に、宮の城へ移封され、弟の忠虎に忠誠を譲った、家督を譲ったか、うん、まあ平均50ちょっとだね、うん、55にはなんないと思います。54でしょ、47でしょ、50に153、60に215です。50に267だからちょっと高いですね。530、いや違うね、525、530、あ足んないわ、53だわ。そうね、平均53点いくらです。で足軽があってという感じですね。はい、お次行きましょう。やばいね、眠気がめちゃくちゃピークです。舌が回んなかったらやばいですね。北条重長さん、113から39、74歳、上杉家臣、房長の子、本庄城主、父を殺し城を奪った叔父小川長何とかを討ち、居城を奪回、家督を継いだと。武田信玄と結んで謀反を起こすが許されて帰参する。あ、上杉家臣だからね。以後は各地の合戦で活躍、後鍵勝に仕え、福島城主となりましたね。あ、能力いいですね。うん、これはもう平均60ぐらいあるでしょう。うんね、はい、まあ悪くないですね。うん、いい感じです。はい、次行きましょう。次が、おお、本田重次さんだ。96から29、67歳ですね。徳川家臣、重貞の子、通称は左右衛門。じゃあ、なんだ、左右衛門か、左右衛門、もうわかんないね。岡崎三奉行の一人、鬼作座でいいのかな、の異名を取ったと。性格は厳しいものの率直で公正だったという。秀吉の母が徳川家の人質となった際に冷遇したため、秀吉の怒りを買い隠居処分となったと。ああ、お母さんに言われちゃったんだね。能力はね、政務が高くていいんですけど魅力低いね。あと地望が、勢力高いのに地望が低いと。政務が3の3、まあ3多いね。いい人なんでしょうけどね。さあ次行きましょう。わあ来た、本田の忠勝ちゃんですね。110から40、62歳ですね。徳川家臣、平八郎、忠政、忠朝って何だろう、友か、忠友の父、徳川四天王の一人、二重の神で家康に過ぎたるものと称された名所と。穂先に止まったトンボが真っ二つになったっていう瞑想、なんだいこれ、トンボ切りでいいのかな、を手に、これトンボって呼んでいいのかな、ちょっと調べましょう。よくしょ、もう眠いんでね。あ、トンボ切りだ、もういきなりトンボ切りって出てきた。はい、トンボ切りは室町時代に作られたとされる槍。あ、そうなのね。おー、この忠勝ちゃんのために作ったわけじゃないんだね。トンボ切りを手に、家康が戦った合戦のほぼ全てに従軍、無双の働きをしながら傷一つ負うことがなかったというとね。んで、晩年、なんか、ああ、忘れちゃった。晩年ね、傷なかったんだっけ、なんかの傷がうんたらかんたらという逸話があったような気がしたんですけど、ごめんなさい。わあ、統率武力すごいですね。政務と地方、そんなもんですね。もう完全武の人でしょうね、これ。あ、馬が4つあんのか。鉄砲も使えて、弓も使えて。すごいですね、これとね。あ、じゃあね、ちょっと早いですけど、この辺で終わっておきましょうか。本田の戦っちゃんで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。